松山ゴルフクラブは愛媛県東温市松瀬川にあるゴルフ場である。愛媛県には戦前ゴルフ場が小野張間塚温泉郡奈良新居浜の3カ所あったが戦争で閉鎖され再建されなかった。その後ゴルフ愛好者により旧正松山高等学校のラグビー部の練習場に松山ゴルフクラブが誕生した。そこでは戸田藤一郎を招いて 定期的にレッスンが行われた、戸田の奥さんの実家が松山にあったからである。戸田が京都の田辺カントリークラブに移ってからも続いた。1955年、新たなゴルフ場の建設に向けて建設用地が検討され、候補地に上がったのが温泉郡川内村松瀬川の開墾地だった。だが、農地転用の規制がかかった土地だったので、公園として許可を取り、 公園内にゴルフ場を作ることにした。コース設計は上田をサムに依頼した。上田は旧正松山高等学校に在学したことがあり、上田も松山への恩返しと言った。1958年11月3日、インコース9ホールのゴルフ場が完成、松山ゴルフクラブ川内コースが開場された。1964年11月2日、アウトコース9ホールが 完成。18ホール規模のゴルフ場が完成した。郵便番号791-0314。愛媛県東大日松瀬川をつきゅう197番地。ありがとうございます。